だってよく聞くので、隙間があるから切るとキュンキュンって感じなんだ。じゃあ最後その他ということで、はい、まず服。服まあ必要最低限は、うん、どんぐらい持ってきました服って。どんぐらいだろう私あんまり多分持ってきてなくて、今もなんか服がないなって思いながら生活します。私もそんなにたくさんは持ってこなくて、でカナダだからアウターは必需品だよって言われてたんですけど、アウターを持ってこなかったんですよ。なぜならもうかさばりすぎちゃってスーツケースの中に入らなかったので。で実際だん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 寒くなってきた時にどうしようかなと思って、バリュービレッジっていうカナダの古着屋さんに行って、本当に安いなんか20ドルのすごいいい感じのジャケットそれで全然なんか思ってたより暖かいし冬を越せているので、アウター持ってこなくてかさばんなかったから私は良かったなって思って、うん、それも渡航時期によるかもしれない。そうですね、真冬に来る人は初日から必要。そうですね、はい、なんかだから9月とか、うん、まあ、春ぐらいに来るんだったら、うん、ユニクロのすごい薄いウルトラナイトのダウンジャケットは1枚、うん、買っておいてもいいかなって思います。重ねできるし、ああいうのもいいかも。次、スノーボード。絶対いらない。スノーボードしたい人は、本当に、本当にこだわりがあるんだったら、借りる。もう強いこだわりがあるんだったら、もう先週ぐらいのレベルの方だったら持ってきていると思うよね。基本的には絶対いらない。次、日本語の英語参考書。日本で持ってくればよかったなって思う本があるんですけど、うん、でも今の時代ネットで購入できるじゃないですか。電子書籍、うん、はい、電子書籍、うん、だからそれを購入して内容確認できるっていうのはあるかな、うんうん、次、ラゲージチェッカー、荷物の重さを測れる測りみたいなやつです。なくていいと思います。基本なくていいと思います。なんか結構私は持ってる日本人に出会ったんですよ。で、なんか貸し借りし合ってるんですよなのでそんなにいらないし、あとホームステイ先とかシェアハウスで体重計があれば自分でこうやって持って体重計に乗って測れるので、うん、いらないかなと思います、うんうん、確かに。次、目覚まし時計。携帯あれば、携帯あればいらないです。そうっすね、うん、折りたたみ傘いります、うん、カナダと日本の折りたたみ傘ってなんか違い感じます？なんかカナダのは私はでかいなって思って、なんか開くときにボタンを押すと、まあ、自動で開いてくれるんですけど、それだといい点ですねでも安い、なんか日本の例えば100円ショップで買った傘と、うん、こっちのまあ100円ショップ的なドララマで買った傘はもうクオリティが全然違います、うん次、うちはセンス。いらないけどネタにはなるかもしれないので、かさばらないし、うんうん、センス1個くらい持ってきてもいいのかもしれない。でもいらないです携帯用ウォシュレット、確かにウォシュレットこっちはないですね。1個も見たことないです。1個も見たことないです。便座も全然1個もあったかくないです、うんうん、で、最後です、ホストファミリーへのお土産、まあ、ホームステイする人です。私三角、うん、なんか別にいらないって言ってくるお家も結構あるんですけど、私実際持って行って、まあ、会話のきっかけにもなるし、持っていかないよりは持って行った方が、まあ、最初の印象はいいかなっていうちょっと思っちゃいます。あとでも持ってくる人はなんか日本の普通のなんかこっちでも買えるじゃないですか、まあ、ちょっと限定品がいいかなと思います。確かに、まあ、マストではないけど、うん、荷物に余裕があればぐらい。そうですね、はい、ネットで見つけた分は以上なんですけど、それ以外に2人が、持ってきてよかったなっていうものとか、まあ、持ってくればよかったなとか思う、うん、なんかおすすめのアイテムがあれば。私は文房具のあのレッドストリームとフリクションボールペンは持ってきてすごいよかったなって思います、うん、ジェットストリームのあのサラサラの書き心地とフリクションボールペンとかもう消せるボールペンなんてもうなんか他の国の人が見るとたまに何それみたいな、うん、
ボールペンなのって言って驚かれることもあるので、日本の文房具おすすめです。こっちでもうまあ買えるけど、うん、すごい高い。すごい高いんですよ。あと、あ、そうだ、洗濯ネット。私持ってこなくて、うん、なんかやっぱり必要だなってちょっと思っちゃいました。そう、なんかこっちは洗濯機の構造が服にあんまり優しくないようなちょっと服が傷つきやすいような構造になっているような気がするので、洗濯ネット日本のちょっと厚めのやつ持ってきた方がいいかなと思います。あの、日本でお洋服買った時に渡された、すっごい薄くてすっごい大きいバッグを持ってきたんですよ。基本的にカナダのスーパーとかお店ってどこでもそのビニール袋のバッグが有料なのと、あとこっちの食料品って日本よりもちょっとサイズが大きかったりするんですよ。だからその大きめのバッグ1枚持ってきただけですごい便利で助かってるので、これは持ってきてよかったなと思います。あと持ってきてよかったなと思うのがヒートテックは、これはもう、うん、持ってきてよかったです。だからカナダでも購入できるんですけど、やっぱりちょっと日本よりは高いので、日本の安くなってる時期とかに購入して持ってくるとすごいいいかなと思います、うん、それが本当にあるといいと思います。あとちょっと今思いついたんですけど、持ち物とはちょっと違うかもしれないですけど、家族の連絡先。あー、確かに、それは絶対、うん、絶対必要。 LINE しか今家族の連絡先が分かんないとかだと本当に携帯なくなっちゃったりとか、例えば LINE に何かの間違えてログイン例えばできなくなっちゃったとかに、本当に何の連絡手段もなくなっちゃって、ご家族すっごく心配されるので、あの、何かしら G メールアドレスとか、まあ Yahoo メールアドレスでも予備のアドレスと、まあ LINE のアドレスと、まあ他に、まあ、SNS でつながってるのであれば、まあ、家族の一人とかだけでもいいから、フォローしたりするといいかな、いいかもしれないですね。ということで、留学のための持ち物についていろいろ語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。あれもこれもと詰め込んでしまうとキリがないので、基本的に現地で購入できるものは現地で購入することをお勧めします。荷物は最小限の方がいいですからね。ということで、バンクーバーサポートオフィスのカオルとミサトでした。さようなら。